皆さんこんにちは。転用マジックディーラーのビリーです。今日は僕が不思議なメンタルマジックを皆様にご覧に入れます。それではぜひ楽しんでください。さあ、今日はここにこんなものを持ってきました。こんな5色のカードです。ちょっと一旦並べておきますね。あともう一つ使う道具、こちらアイマスクです。ちょっと触っていただいて、結構厚い生地でできてますね。目に当てても見えないですよね。はい、自分でちょっと持ってみてください。光にかざして何も見えないですよね。はい、じゃあ返していただきましょう。このアイマスクを今から僕がつけてしまいます。さあ、こんな風にすると僕はもう一切何も見えなくなってしまいました。ではテーブルの上にあるカードを揃えて持ち上げてください。よく混ぜて、さっきと同じように自分で好きな順番にもう一度カードを並べてください。終わりました、はい、では僕の指先の感覚だけで色を全て当ててみたいと思います。いや、僕の手をですね、一番端のカードまでちょっと誘導してもらってもいいですか。こちら、はい、ではいきますね。これは結構鮮やかな、おそらくですけど赤だと思います。ダメです。当たってます、はい、じゃあ次のカードに行ってみましょう。ここで大丈夫ですか。はい、こちらも鮮やかですけど、さらに明るい感じの色ですね。黄色です。当たってます、はい、続けてこちらで大丈夫ですか。これは、結構穏やかな感じの色ですね。これは青です、はい、続けてこちらは緑、はい、そして最後がこれは黒ですね。黒です。当たってますか。すごい、はい、ありがとうございます、はい、続けてもう一個やってみましょう、はい、じゃあもう一度カードを揃えてひっくり返してみてください。裏には丸、三角、四角、×、そして星と5つの模様が書かれています。先ほどと同じように好きな順番でテーブルに並べてください。終わりました。先ほどと同じように僕の手をカードの上に誘導してください。こちらですね。ちょっと違うのは全部色が一緒なのでちょっと読み取りづらいです。結構難しいですね。でもなんとなく分かりました。おそらくこちらが星、星です。そして丸、三角、四角、×です。すごい。どうですか。あ、すごい、今当たってます。すごい、ここでも全て当たりました、はい、パーフェクトです。ではさらにもっと不思議なことに挑戦してみましょう。はい、ここにメモ帳とペンを持ってきました。何でも結構です。好きな食べ物、動物、何か一つ簡単な絵をメモ帳に描いてください。書き終わりました、はい、ではメモ帳を僕に渡してもらえますか、はい、こっちが表ですよね、はい、では先ほどと同じく指先の感覚で絵を読み取ってみたいと思います。
多分うまくいったと思います。この絵ねちょっと書き加えてみますね。どうですか？はい、完璧です。